録だ。お父さんの人生はもう終わりに近いんだよ。だけどお前たちはこれからだ。これからようやく新しい人生が始まるんだよ。つまり佐竹君と二人で作り上げていくんだよ。お父さんには関係ないことなんだ。それが人間生活の歴史の順序というものなんだよ。そりゃ結婚したって初めから幸せじゃないかもしれないさ。結婚していきなり幸せになれると思う考え方がむしろ間違ってるんだよ。幸せは待ってるもんじゃなくて、やっぱり自分たちで作り出すものなんだよ。結婚することが幸せなんじゃない。新しい夫婦が新しい一つの人生を作り上げることに幸せがあるんだよ。それでこそ初めて本当の夫婦になれるんだよ。お前のお母さんだって初めから幸せじゃなかったんだよ。